らもう生まれるよ。来てごらん。ほら。頑張って抱いたね。ね、生まれるからね。うん、だね。動いてますね。動いてるよ。黒い。黒いのが生まれそうだね。黒いのだよ。黒いじゃん。あ、お目目だよ。可愛いお目目が覗いてる。そう。見てるよ、からの向こうからも、ねえ、これで羽がね、乾いてくるわけよ、そうするとね、パリッて、その体が大きくなる力で、抜ける、あの中からね、出てくるから、ほら、もうすぐだよ。慣れてるからね、見せてくれるのね、分かってんだね、もう少し頑張れって分かってんだね、もう少し頑張るんだよって頑張るんだよって、開いたろ、もうすぐだよ、もうすぐ出てくるよ、挟まってるから大変なんじゃないの、あっちの卵、こっちの卵に挟まって悪い、あの自分の殻だけじゃなくて向こうとこっちの上に押されてなかなか開けられないんじゃないの、これって大丈夫、結構力がある、あっちの大きいのとこっちの上に挟まってんだよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ほら、パリッて、もうすぐ出てくるよ、ほらほら、頑張ってるよ、頑張れ、あっちの大きい卵に押されてる感じだなと思ってなんだかね、卵が違って大きいんだもん、ほら、くちばしが出てきた、ほら、くちばしが、ほらほら、くちばしが出てきた、ほら、くちばし出してピーピー鳴ってるの、あっちの卵が押して大変なんじゃないの、お父さん、出てくるよ、大丈夫大丈夫、あっちの卵をやしなきゃ、あれの卵の重さで殻を押し上げられないんじゃないの、これってお父さん、あっちの卵が重たくて大丈夫だよ、大丈夫、出てくるから大丈夫、自然に任しときなさい、大丈夫だから、そのくらいの力はあるから、ね、ほらほらお母さんが、お母さんがあれしてくれなきゃね、ほら、くちばしが見えてきた、頭出した出した、お母さんがしてくれたんだ、ね、手伝って頑張れ、頑張れしたのね、頑張れ、もうちょっとだよって、頭にからつけてて、あっちのけいちゃんも、ここで見て、あっちで見て、この子が見てる、ここもこうやって出てきたよ、出てきたよってね、頑張れって、もう少しだぞって、もう頭出したから安心してんだよ、お母さん。
とりあえず頑張れって、ね、ちょっとだぞって頑張れんだぞって、あ、まだ来た来た兄弟が兄弟がお兄ちゃんお姉ちゃんがおいおい、もう少しだぞ、頑張れよって、うん、ちょっとだぞ、ちょっとだから頑張るんだよって、頑張れって誕生のドラマ3分。